ふぅ、レコリコマンに文化に青いかつけるし、ただいまです。さっきのエボラ3を YouTube の方に投げ込んでおきましたので、すぐにアーカイブが残せると思います。パドに、いつかの彼らしい。こうしてと、よし。オッケー。あとはコントローラー。あソーキそば食べに行こう。ソーキそば食べれるとこあるんじゃない？でも沖縄だし、行きたいな。沖縄、沖縄行ったことある？みんな沖縄、よし、よし、コントローラー接続ない。俺もない。サトウキビかじったことあるけど、百座とポロロンと音量またマックスなってるかな？なってないや。ナイス、完璧だ。コナミカいらっしゃい。レンタカー予約が必須。そうなんだ。MM いらっしゃい。こんばんは。高校の修学旅行で行った？沖縄。ユイいらっしゃい。おいーす。2009年頃の法律、法令を遵守してますよ。よし、ちゃんと予防線を張ってあるわけだ。よし。お土産にもらったストーキビとかかじったことある？草だった、草だった、甘い草だった。学校の先生がお土産でサトウキビ持ってきた。そう、俺もサトウキビ、多分お土産かなんかでもらったやつだと思う。かじってみつ。黒崎修理者、こんばんは。どれだ。これかい。甘めの草。椿いらっしゃい。ツトウキビお土産いらんな。何するんだっけ。どうも四郎の元気がないようだ。直接本人に話して理由を聞いてみよう。権力襲来。四郎何かあったのかな。何でもないといいんだけど。いいだろう、力ずくで聞き出してきてやる。四郎どうだ。四郎か、お前が四郎か。四郎がどっか知らないか。え、知らないけど、ゆりちゃん、えりちゃん、いずみちゃん知ってる？知らない。私も知らなーい。大地たちが砂浜で遊んでるけど一緒なんじゃない？そうか、分かった、ありがとう。行ってくるしかないなー。ちょ、カメラの感度がちょっとあれかな。待ってね、ゲームプレイ。コントローラー感度があんま早いと酔うからな。これでいいかな。おっとと、あ、掃除、白を見なかったか？白を見てない。リオナ、お前は？私も見てないよ。どっかで遊んでんじゃないの？掃除、それでさ、私の学年の岡田くんって子がさ、白に興味なしみんな。ミミズ取りますか？取ります。魚釣りリベンジするか、これ。チャコいらっしゃい。プッチいらっしゃい。サトウキビのジュース、修学旅行で飲んだら、美味しくなかった。美味しくなかった。ほんのり甘い気。毎回ここでネズミ取れるんだね。ネズミじゃない、ミミズ。ネズミも餌にできそうだけどね。ミミズ肉。
うん、俺の家の周りうろちょろしてんな、うん、またなんか漂流してる、流れ着いてる、拾う、いいもんくれ、強化ガラスの破片もらっておくかいるかこんなの、ゴミだろゴミ、強化ガラスの破片もらってもよ、まだあれかな、コントローラー、まあ、早いと酔いそうになるんだよ、まあ、もう分かんねえ分かんねえ、太一三つを素人一緒じゃないのか、どりゃー太一ボンバーいてえ、もうマジでやんないよな太一、うふふ、まだまだ太一ラリアおい太一、何おじさん今忙しいんだけど、あれが忙しいだ、お前たち素人がどこか知らねえのか、おい怒った、シロなら多分部屋だよ、さっきプロレス誘ってやったのにやんないって、うりゃー太一ラリアングラララ、もうちょっと手加減しろ、太一ばっかずるいぞ、まったく元気がいいのはいいが、おい怪我だけはすんなよ、分かってるっておじさん、全然分かってないよ、もうやれやれ、朝顔の中を探すか、部屋の中にいんの、ワンパクだね、ワンパクのパク、仲良しなんだが、おじさんの部屋待って、おじさんの部屋って書いてある、あ、ダメだ、一日押して無理だ、おじさんの部屋、これが俺のアジトか、おじさんの部屋、はるかかな、あ、おるやんけ太一、おい、どうしたしろ太一具合でも悪いのか、太一が二人います、この家には、別に別にってことはないだろう、みんなが外で遊んでるのに一人で部屋の隅で、本当にどっか具合が悪いんじゃないのか、おい、引きこもりってやつか、それが、おい、本当に何でもないよ、放っておいてよ、くそ、腹でも痛いのか、学校で何かあったのか、もしかして恋煩いかもしかして恋煩いか、もしかして恋煩いか、恋煩い、何それ、あ、シロはのび太だ、のび太がシロだ、恋煩いってのだな、もう本当に何でもないよ、放っておいてよ、違ったか、腹でも痛いのか腹でも痛いのか、別に学校で何かあったのか、学校で何かあったのか、多い、別に、ふう、しかし取りつく島がないな、本人から何も聞き出せないようだ、他の子たちに聞いてみよう、なんだよ何を隠してるんだ、おい、俺に隠し事をしてもいいと思ってんのか、おい、拳が飛ぶぞ、拳が、なあ、あやこ、どうしたのおじちゃん、シロのこと、ああ、どうも様子が変なんだ、学校で何かあったんじゃないかと思ったら、お前何か知らないか、私わかんないな、シロとは学年違うし、泉ちゃん同じ学年だよね、なんか知ってる、うん、知らないよ、シロとはクラスが違うから、そうか、なんだったら私がシロに聞いてみようか、いや、いいんだ、男同士の方が話しやすいだろう、もう一度俺から聞いてみるよ、ね、もう一回聞かなきゃ、ごめん、ティアいらっしゃい、名前間違えられるのショック、なあ、そうし、リオラ、シロの様子が変なんだ、学校で何かあったんじゃないかと思ったら、お前たちにしか知らないか、知らない、学校じゃほとんど会わないし、そうか、リオラ、お前は、私も学年違うと教室遠いからほとんど会わないのよね、シロはまだ低学年だから特にね、そうか、おじさん、なんなら俺が聞き出してやろうか、どうやって白なんてヘッドロック一発ですぐギブだよ、へへ、あ、だったら私がやる、白だったら私でも余裕勝ちだよ、まったくお前たちはそんな聞き方しかできないのか、おい、白は何か悩んでるかもしれないんだぞ、少しは優しくしてやらないのか、おい、お前たちは白より年上なんだ、もっと面倒見てやったらどうなんだ、ふんだふんだ、まあいい、白には俺からもう一度聞いてみる、掃除、お前は余計なことすんなよ、話がややこしくなる、はーい、あれじゃないだろ、おい、いじめられてるだろこれ完全に、超いらっしゃい、ミミズを取る、ミミズゲッツ、ここめっちゃミミズいるじゃん、
ミミズ売って生計を立てよう、もう。おい、太一、ミツオ。なに？おじさん、今忙しいんだけど。ちょっとプロレス国やめて、聞いてくれ。なに、おじさん。あのな、シロのことなんだが、部屋にいなかった？いや、部屋にはいた。ただ、どうにも元気がなくてな、部屋の隅で膝抱えて、塞ぎ込んでいてな。はあ、やっぱり、シロのやつ最近、あのパターン多いんだよ。どういうことだ？あいつ、学校でいじめられてるんだよ。そうなのか？なぜわかるんだ？俺、前に見たんだ。学校のトイレでシロが泣かされてるところで気になって問い詰めたんだ。そしたら、いじめられてることだけ白状した。そうか。で、最近はそれがかなりひどくなってるっぽい。どうして？この前、シロが風呂に入ってたとき、俺も乱入して入ったんだけど、そのときシロの体、あざだらけだった。あいつ、運動も喧嘩もしないから、あんな風に怪我しないはずなんだ。先生に言ったのか。うん、いや、でもチクったのがバレると、ますますいじめられるからな、それに。そこまではっきりしてるなら、俺が学校に直接電話すれば済む。ははは、ちょ、おじさん、ちょっとそれは待った方が。うるせえ。おお、早い。テンポが。はい、琉球第一小学校です。もしもし、朝顔の桐生というものだが。え、朝顔の桐生？ああ、親代わりの方ね。あんたは？私は教員の橋本ですが、何か？うちの城のことで相談があるんだ。担任の先生を出してもらえないか。私が担任です。シロ君のことで相談とはどういった内容でしょうか。シロが学校でいじめられてるらしいんだが。なんだと？なんだと？何を証拠に？いきなり失礼な電話かけてこないでくださいよ。よくないいたずらですよ、あなた。いたずらじゃねえ。シロが本当に学校でいじめられてるのか、こっちは本気で心配してるんだ。今だって塞ぎ込んで部屋の隅で膝抱えてんだ。あのね、いじめなんてうちの学校に限ってそんな事実はありません。むしろお宅の朝顔の中で何かあったのでは。学校は勉強するところです。それに比べれば、施設というところはいろいろありそうですからね。な。とにかく最近ほどそういう迷惑な電話が多くて困るんですよ。しっかり教育してください。頼みますよ。まあ、やれればですが。失礼。ガチャツーツーツー。やべえだろ、こいつ、おい。乗り込んでくるわ、ちょっと。学校潰してくるわ、ちょっと。なんてやつだ。おじさん。ん？ああ、どうした？どうした？心配そうな顔して。お前たちが心配することは何もないぞ。でも、大丈夫だ。俺がもう一度シロと話してくる。俺が学校潰してくる。1時間で、平地にしてやる。平らにしてくるぜ、学校。1時間くれ。シロ。シロ、何があったか聞かせてくれないか。桐生一馬ならできる。なあ、シロ、俺はそんなに頼りにならないか。いじめっ子を全員ぶっ飛ばすこともできるんだぞ。俺ならいじめっ子を全員ぶっ飛ばすことも可能だ。俺はお前たちの親代わりだ。みんなのことを大切に思ってる。一回ぶっ飛ばしちゃったらもう二度と何もしてこんだろう。俺は多分警察に捕まるが、もう10年待ってもらえるか。10年、また10年間刑務所に行くことになるかもしれん。出てくる頃には俺は47だ。シロ、お前がそんなに落ち込んでるのを見てられないんだ。お前が笑顔で過ごせるようにしてやりたいんだ。何かあったら俺に何でも言え。俺のことを信じてくれ。シロ、お前、いじめられてんのか。うん、うん。よし、俺が学校に掛け合ってやる。やめてー。なぜだ。さっき担任に電話したが、担任があんな様子じゃ、拉致が開かねえぞ。シロ、どうすんの？どうすんの？どうしろと？それが一番効く。お、なぜシロが学校に掛け合うことに反対するんだ。何か事情がありそうだな。学校がダメなら直接いじめてる奴の親に掛け合うか。まずそのいじめてる奴が誰かを突き止めないとな。大地はいじめの現場を見たと言ってたな。相手が誰だか知ってるかもしれない。大地に聞いてみよう。オッケー。いじめなんてのはな、相手がやり返してこねえと思うからやってくるんだ。一回とんでもねえ暴力にさらされたら、二度と暴力を振るおうとは思わないだろう。暴力を振るわれたら、殺されるというのを叩き込んでやれば大丈夫よ。大地、トラウマを植え付けてやろう。おじさん、大地、シロに内緒で誰がシロをいじめてるのか調べてもらえるか。ヤクザパンチ。誰なのかわかるよ。俺見たもん。本当か？うん。うん。ヨシキってやつ。でも、大地、お前さっきも何か言いかけたな。どうしたんだ？うん、そのヨシキってのが厄介なんだ。実はヨシキ、シロの担任の橋本の息子だから。ええー、何？
息子？え、自分の息子がいる学校にの先生できるの？ねぎらいらっしゃい、こんばんは。可能なのか、それって。親族学校にいた人いる？みんな。自分の息子がシロをいじめてるなんてバレたら、橋本もやばいでしょ。だから認めるわけないよ。こうなったら、ますます溜まってるわけにはいかない。とりあえず間違いないか、シロに確認する。おじさん。あれだ、じゃあ3人の橋本をね、ボコボコにしちゃったら、お前も親父みたいになりたくなかったら、二度とすんじゃねえぞ、つって。親父を。親父だな。シロ、大地から聞いた。橋本の息子、ヨシキがいじめてるのは本当なのか。うん。なぜ早く言わなかったんだ。シロ、さっきも言ったろ。俺を信じてくれ。何でも話してくれ。だってヨシキのやつ。父さんは地元の議員の赤坂先生とゴルフ仲間で友達だから歯向かったり告げ口したら赤坂さんに頼んで朝顔を潰してやるって。お前らの帰るところなくしてやるっていつも脅すんだ。親も親なら子も子だな。泣くらしろ。泣いてなんかない。僕、悔しいんだ。だってあいつら卑怯だ。人の闇につけ込んで脅すなんて許せない。朝顔は潰れないぜ。俺が言うんだ、嘘じゃない。もし次いじめられたら思い切りやってやれ。分かったな。分かった。思い切りやってやれ。翌日、武器渡そう。武器。シロが落ち込んでいる原因ははっきりしたが、解決したわけじゃない。なんとか解決できないだろうか。解決。クラス違った。高校、小学校の時先生の子供学校に帰ってた。やっぱ同じクラスのあれにはならないのか。さすがにつながりがあるんだな。バックに誰かがついてやがる。わ、いや何ね。あ、お隣の宮吉さん。おや、キリュウさん、どうしたんですか。浮かない顔して。え、ああ、宮吉さん、実はシロが学校でいじめになっていたな。本当ですか？シロ君をいじめてるのはどこのどなたですか？私がとっちめてやりますよ。それがヨシキということらしいんだが、その子の親が赤塚という男と親しいらしくてな。下手に問題を持ってたりすると、その赤坂という男が朝顔を潰してしまうかもしれないらしいんだ。赤坂さんが朝顔を潰す？私にはとてもそんな人とは思いませんが。知ってるのか？地元では有名な議員ですから。聞き当たりもいいし、道理を重んじる人ですから。でも個人の感情だけで権力を行使するような人には思えないですよ。私ら市民とも積極的に交流を持とうとしてくれる立派な人ですから、ヒデさんも一度会って話してみたらどうですか。しかし、会って話すといてもな。いきなり視聴者に行っても門前払いだろうし、どこかで会う機会があればいいが。なったらゴルフ場行ってみたらどうです。ゴルフ場。どんどん話が大きくなってる。大丈夫かこれ。おい、シロー。シロー、ヒートアクションしてやろう。赤塚さん、ゴルフが好きで、空いた時間はいつもゴルフ場で練習してますよ。そりゃ、ゴルフが好きで、サンドの飯よりもゴルフって感じらしいですよ。ゴルフ好きの議員か。ゴルフ場やモノレールできますよ。ゴルフ場駅前で降りればすぐです。ありがとう。赤塚に会えるかわからないが、一度ゴルフ場行ってみるよ。なるほどね。すげえおばちゃんいるな。沖縄にリゾートって言ってもね、こんな何もないところのどこがいいのかね。内地にいたことある人の話だと、内地の方は海の水がとても汚いそうよ。そうなの？でも夏は普通にみんな海水浴場で泳いでるじゃないの。本当に綺麗な海を見たことないんだよ。沖縄の自然を知ってる人間からしたら、あっちの海はとても泳げたもんじゃないって。だから沖縄に来るのかしらね。ゴルフクラブで分からしてやろう。ね、フルスイングしてる。フルスイングしてる。頭をボールに見立てて。行き先にゴルフ場が追加されました。モノレールまたはタクシーで行くことができます。赤塚に会うためにゴルフ場へ向かおう。モノレールかタクシーで行く。もうマップのあれはありました。あ、行けるとこ全部解禁されてる。マップ毎回ここで見なきゃいけないのやだな。何これ、縮小ピン止めできないのか。そのハテナってなんですか。ハテナ。ここ、うまちをハテナなの。いらっしゃいませ。
ハテナが今は食う必要がない。すまない。いいじゃん。お腹減ってなくても食えよ。沖縄の海もクラゲとか、現地の人は泳がないって聞いたことある。そうなの？沖縄の海めっちゃ綺麗だった。沖縄行きたいな。沖縄ケラオケ、あ、待って、沖縄、待ってよ。確かに、一覧見てみよう。琉球ナイト、フローレス、ナイトスポット。琉球一家が要所ね。何これ流将将棋かな。あ、カラオケ館ある。カラオケ館、カラオケ行こう。麻雀キャンプ、遊べるとこ麻雀とカラオケと流将って近いな。行ってみるか。流将多分将棋なんじゃないかな。沖縄やら飯食えないんだよな。 HP マックスだから今。 M ストア、これがあれか、飲食店か。オレンジがで、黄色が販売店で、紫が娯楽施設、青が洋所でナイトスポット。意外と狭いね、沖縄。沖縄こんな狭いんだったらあれかな、やっぱメインはカムロ町になってくるんですかね。カムロ町でのあれになってくるのかな、メイン。おっと、取り乱してる女。だから拓哉どこに行ったのよ。ですから男の人がお迎えに来て、くるみさんのお知り合いだって言うから、男の人の携帯電話でくるみさんからの伝言を聞かされたもので、拓哉を連れてきてほしいと。そんなこと頼んでない。メールがどうしました。拓也を預かったって。返してほしければ一人で来い。警察には届けるなって。拓也、あの子いなくなったら私どうしたらいいか。格好すごいな、この人。誘拐事件か。助けるぞ。すまん、話が聞こえてきたんだな。子供が誘拐されたのか。物騒だな、おい、この沖縄。ん、ちょ、カラオケ行きたいけど、ちょっと誘拐事件が新たわ。キリュウというものだ。近くで朝顔という養護施設をしてる。子供が誘拐されたと聞いて、それでな。施設の先生ですか。あの、私、拓也がこの病院から連れ去られて、メールで拓也預かったって一人で来いって。危険ですよ。ここはやっぱり警察に。警察に通じて、拓也にもしもの子だったら私どうしたらいいか。ねえ。キリュウさん、お願いです。力を貸してください。強そうだもんな。日頃、お子さんたちにたくさん接してる方なら、私の気持ち分かってくれますよね。タクヤ助けに行く。警察に通報する。タクヤ助けに行く。いいだろう。タクヤ助けに行こう。俺がついて行ってるから。あ、ありがとうございます。よろしくお願いします。ほら、任せろ。ここか。メールの指定だと、この先の空き地で待ってると。よし、一気に踏み込む。一気に踏み込む。様子を見るか。様子を見る。ここは様子を見た方がいい。俺はここで待機してるから、お前が一人で行ってこい。でも、心配するな。何かあったらすぐに助けに行く。あ、はい。ペト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 。あ、あんたは何かあったのか。おい、早い。お、お前がタケを誘拐した犯人か。タケを返してもらう。なんだと、なんだと、お前ら。お前がクルミの新しい男かよ。え、旦那。痛い目見ねえとわかんねえか。町のチンピラ。キリュウカズマが来ると沖縄もすごい。ほらチンピラが、ほらなんて書いてあるこれ。タマナハタマナハが、いっどれいっ聞かない、いっどんどれいっどんどんどれいっどれいっどれどれ、あっ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 、あ、終わっちゃった。あれをヒートアクションしようと思ったのに死んだ。すいませんでした。タクヤ無事か。どこにいるんだ。犬。犬のタクヤ。タクヤ無事だったでしゅか。タクヤって犬だったのか。犬じゃないです。この子は私の大事な家族なんだから。わかったでしゅね。ママが来たからもう大丈夫でしゅからね。くそ、その犬だって僕がプレゼントしたものじゃないか。あんなに僕のこと好きだって言ってくれてたじゃないか。今だって携帯電話に君の声残してるんだ。その携帯電話の録音で動物病院の先生を騙したのね。最低信じられない。だってこうでもしないと会ってくれないから。そういうところが気持ち悪いんだよ。タクヤを誘拐してまで今度何かしたら警察に突き出すからね。キリュウさん、ありがとうございました。これ少ないですけど1万円、ありがたいです。今は1万円でもありがたいです。お、僕どうしたら気になるとは言わねえ。やり方が悪かったんだよ、お前は。警察に突き出そうぜ、こいつ。現金2000円、ありがたい。
最初はもうすごい細かいのがありがたい。ここどこ、これ変なとこに連れて行かれました。待って、能力効果できます。13あります。どうしような。敵を掴んでダウンした敵の近くで三角、ダウン中に四角、ヒート状態時にダウンしづらくなる。あー、ありがたいな、それは。ほろバーン、え、ドゥ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 ガーン。よしよし、ダウン中攻撃もやろうかな。バーン、よし、オッケー。まあシンプルで分かりやすいな、レベルアップが。鳩が、マップが、今までのマップが、カラオケ館は上の方だ。あなたはどうした、何かあったのか。あ、いや、すいません、ちょっとお店の経営がうまくいかなくて。店、このキャバクラのことか。そうなんです、私この店の店長してます。あの、もしよかったら相談に乗ってもらえませんか。相談に乗るか。カラオケ行きたいんですけど。まあいいだろう、カラオケ。ありがとうございます。立ち話も何ですから、中にどうぞ。カラオケ、カラオケに行けんなかなか。実は当店のお店の子に夏目という子がいるんです。彼女非常にお金持ちの得意さんを持っている。当店のナンバーはキャバ嬢でした。すごくお店の売り上げに貢献してくれてるんです。そうか、いいことじゃないか。ただ夏目そのことを武器に、最近では店のことを経営にまで口を出すようになってきてしまったんです。最近では勤務態度も良くない上に、私を店から追い出そうとする節が見えるんです。乗っ取られる。そうか、だったらその娘を追い出せばいいんじゃないか。それはできません、彼女の稼ぎは非常に大きいので、いなくなったら店が経営できなくなってしまいます。マジかよ、ワンマン。もともといい子だったんですが、私の指導が悪かったのか、お金に見せられてしまったのか。あら店長、何か企み事。おお、ティアラつけてる。あ、夏美ちゃん。あら、見慣れない人ね。店長、私これからハワイに行くから、あとよろしくね。ちょっとそれは困るよ、夏美ちゃん。ハワイに？もう迎えが来てるのよ。じゃ、行ってくるわね。行っちゃったじゃん、おい。はあ？あ、そうだ。あなた、当店でしばらく働いてみませんか？キャストとして？何？当店のために夏目を超えるキャバ嬢を育ててはもらえませんか？きっとナンバーワンの座を失ったら彼女は目覚めると思うんです。キャバ嬢育成？これまでの私の指導ではダメだったんです。でもきっとあなたならできると思います。そうですか。引き受けてもらえませんか？引き受けよう。うまくできるかわかんないが、やってみよう。ありがとうございます。助かります。で、改めて紹介させていただきます。私、店長の、榊と申します。ケリュウだ。ケリュウさん、では、早速、スカウトお願いします。スカウト？店にいる子を指導するんじゃないのか。店の子は夏目の影響を受けています。外から桐生さんの気に入った子を連れてきてくれた方がきっとうまくいきます。じゃあ、はるかだ、はるか、はるか。はるかはよくできた娘だ。なるほど、ナンバーワンにすぐなるだろう。あと、こちら運営資金になります。何かと知られますので。10万円、やった、やったね。じゃあ早速お願いします。これからはスタッフの工事から説明させていただきます。スタッフの工事、気に入った子と言われましたもんね。どうも、スタッフの工事です。はじめまして、キリュウだ。よろしくな。これからキリュウさんのサポートさせていただきます。では早速スカウトですね。ああ、だが何をすればいいんだ。簡単です。入居街に行って魅力的な、子に声をかけてくれれば OK です。きっと入居街なら何人もいい子がいるはずですよ。キリュウさんがこれだと思った子を店に連れてきてください。スカウトするのは一人だけですから、本当に気に入った子を連れてきてくださいね。ではよろしくお願いします。一人か、はるか捕まるか。おばちゃんもいるか。おばちゃんいたらおばちゃんにしたいね。ハードモードになりそう。カラオケどこ？あった！あった！あ、カラオケだ。よし。いらっしゃいませ。よし、500円。安い。歌っていくぜ。あ、歌っていこう。かしこまりました。何があるかな、曲。よし、リズムゲーです。オッケー、入力頑張りましょう。歌い終えるとクリアとなります。オッケー、うん、叫ぶ、遮る、拍手、マラカス、タンバリン。さて、どうしようかな。
カラオケ一緒。曲を選ぶか。お、めっちゃすごい、知らないやつばっかりじゃない。そんなことないか。サタデーナイトラバー、レッツゴーパーティー、シューティングスター、指の行方、指の行方これは円弧詰めた小指ってことですか。小指、カムロ雪月花、サマーメモリーズ、聞いたことあるかな。きっとチェンジマイセルフ。え、どうしよう、今一個ずつやっていくか。無難に、情熱的に。指の行方だってさ、え、歌わないパターンこれカラオケで歌わないパターンのやつかこれ。おい、はるかと来れるんじゃない。じゃあはるかと来たいな。こんな虚しいカラオケある、一人でえ、待って、え、合成音声L-O-V-E ラブリーはるか、ゴーゴーレッツゴーレッツゴーはるか異様な空間だなこれ異様な、はるかいねえのに。 H-A-R-U-K-A はるか、あ、はるか、はるか、レッツゴーはるか、おいはるか、おいはるか、おい、あ、もうむずい、おい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 、むずい今回。はるか、おいはるか、おい、合成音声は味気ないな、めっちゃ。うん、もう早えよ、早すぎる。こんなん無理だろパーフェクト。無理だ、むずい。よし、そう、黒田高橋さんのこんな声聞けるのこのゲームだけだぞ。あのコアモテ声優の本人もすごい怖そうだからね。怖い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 、真顔でずっと拍手、曲終わってもずっと拍手してる。カラオケ拍手しに来るとこじゃねえから、ね、どうかしてるぞマジでこれ。怖すぎんだろこの光景。ちょっと待って、まあまあ全然これ、でもこれがあるってことは多分はるかといけます。はるかと来れるわこれ。6位だわ6位だわ、合いの手で6位って何合いの手で6位って何、歌ってねえんだけど。合いの手で他の人たち歌ってるんじゃないの、うん、合いの手で6位っていうカラオケじゃないじゃん。カラオケする合いの手、合いの手ラブリーはるか認識されてんのか俺。待って、こっちが歌うやつで、こっちがはるかかな。どれだろう、ちょっと待って。サマーナイトメモリーズ。待ってね。合いの手じゃないやつにするか。サタデーナイトラバーは歌える？でも合いの手だな。カムロ雪月花は歌うだろう。あ、歌う。歌聞きたいもんな。カムロ雪月花あったっけ他のやつに。今、ワン、ツー、ナナとやってきましたけど、龍が如く。ナナ、ワン、ツー、スリー。ナナから入ってます。放送でやったのは。来るぞ。流れゆくもう早い。夜の蝶歌いうまいな。怪しく惑わせて浴場も愛情も純恋家にやカムロ町普通にいい歌だ。優しく夜に
抱かれ、涙ほろりほろり、舞い散る雪は飾る人で汚れた街でさえも花咲きても花散るとも眩しい雪月花ポーズすごいね、さっきのテンションありがとうございましたカラオケでお辞儀してるのが一人、誰にカラオケのダムに、ダムにお辞儀、もう本気すぎる、愛の手も歌もカラオケでお辞儀してたら怖いけどね、観客いないのに、ネット配信してるならまだあれだけど、ダムにお辞儀ありがとう、カラオケありがとう。いやでもこれさ、あの上中下段あるじゃん、下段に行くときのさタイミングわかんねえんだけど、これこれこのさ、この形式多いんだけど、この龍が如くシリーズにこの形式やった人パーフェクト取れてんのか、これタイミングわかんねえんだろ、下の段に行くとき横にずっとやってくんないとさ、段移動がマジで大変、延長500円になりますけど、延長だ延長だ決まってんだろ、延長に、延長だ延長だ延長で頼む、かしこまりました、ご延長ですね、延長だみんなもカラオケ行ったとき行ってみて、延長なさいますかって、延長だわかりました、怖いわ、延長延長だ言われても、指の行方、これも愛の手なん、指の行方、待って、桐生一馬歌うの少ないぞ、一個だけじゃない、嘘、一曲だけなの待って、龍が如く3、桐生一馬歌う曲一曲だけ、カムル諸説月間のみ、マジ、あと全部愛の手、はるかいねえのに、はるかいねえのにか、いいでしょう、いいでしょう、マジか、はるかいねえのに、寂しすぎんだろう、愛の手のみ、6曲中1曲しか歌ってない、マジかよ、過去のやつでいいから、流用でいいから歌いたかったな、過去のやつでいいから2、3曲歌ってほしいよな、1曲だけは寂しいだろう、あ、この段がさ移動するときがマジわからん、離れてればいいけど近いときやばいよマジ、あマルタタタタタマルタタマルタタマルタタ近くタタマルタタタ、うーん、あ、タイミングわからない、その移動してすぐのやつ、うーん、マジ慣れだなこれ、トゥントゥン、この海でははい、はい、ラララおいおいあ、早くね、カラーカラーおいおいえ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 、あ、二人でだった、もう愛の手で500円愛の手2曲ワンチャンさカラオケね2曲だけ歌って500円はまあちょっと高いかな、割高かなって思うけど、愛の手で、愛の手2曲で500円はちょっと嫌だよな。高すぎだろ。200円ぐらいにしてほしいよな。200円ぐらいにしてほしいよな。せめて。いや、むずいわ。無難に愛の手じゃない。なんで、ね、なんだっけ。なんとか的に愛の手。待って。ノリノリで愛の手。
情熱的にやるのってむずいぞ。はえ。でも無難だともう少ないからな、ボタンが。ボタンが少ないんだよね。三角の聞き応え半端ないね。これはちょっとはるかに歌ってほしいな。はるかかキャバ嬢の人と一緒に同伴で来るのかな。誰かに歌ってもらわないとね。はい。何がすごいってさ、場所によって速度変えてくるんだよな。速かったり遅かったりするのが、速度も統一してほしい。ゴーゴーゴー。マジでこれ難易度の上げ方下手くそすぎるんだこのゲーム。この音ゲー毎回思うけど、ちょどういう難易度の上げ方をしてんの。ゴー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 。あ、スピード変えないでほしい。ゴー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 。遅いしね、多分速くない。速いね。遅い遅い早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 い。うんうんうん。ゴー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 。トゥン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 。ゴーゴーゴー。天中天中天中。いいよ、遅いといい、遅いといいよ。上げ底ナウ上げ底ナウ上げ底ナウ。ガンと一発かましてきましょう。ノンストップだぜこのサタデーナイト。長い長い。一三角ですげえ長かった。ゴーゴーゴー。あ、フッ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 。ゴーゴーレッツパーティー。フッ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 。ゴー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 。フッフッフッ。くだらん羞恥心なんて蹴っ飛ばしてゴーレッツゴー。あ、このグルワにみなぎるビートで天に登れ Like a dragon cause this time。 今夜 this time Oh yeah。 あふふー。いやー、リズム取りづらい。いや、文字リズム取りづらいんだよね。速さを変えられるかな。よこれ、この3のカラオケで情熱的愛の手です。満点取れる自信ないんだけど、これ何回やればなれるわね。あの緩急にさ、あのフェイントに、まあ、まだ歌ってない曲あるけど、ちょっとはるかおわ、はるかおわキャバ嬢のこと結構だ来るわ。ちょっとちょ愛の手で500円は高えわ。ちょっと愛の手で500円は高え。またどうぞ。歌がね、歌がさっきの報酬の1割使ったんだから、ね、1万円もらったのに1000円使っちゃったよ。ちょっともう行こうとね。あの、カバジョの子いるんだっけ。スカウトできるんだったら、なんだプレゼンも多く行ったし、タンタカタンでお祝いと行くか。タンタカタン、うまいやつ。それってあのシソで作った焼酎ですよね。会社の女子たちの間でも、タンタカタンのクランベリージュース割りが、密かに流行ってるみたいですよ。チームのみんなを呼んで、いつもの居酒屋で乾杯しようか。そうですね。みんな頑張ってくれましたから。それじゃ、行くか。会社のみんなには、君から電話しててくれな。タンタカタンか。キャバクラで話したらウケるかもな。何それ、話題をゲットした今。タンタカタン。こいつらチンピラだろ。やっぱり。おさん衣服着てんじゃん。何、どこで買ったの。俺らに教えてくんない。なんで黙ってんの。怖くなっちゃった。あれ、でももっと怖い目にあってもらうけどね。なんだこいつ。タンタカタン沖縄じゃないの。おらおら、もっと怖い目にあってもらおうか。おら、え、どこ、もういたのか。おめえ、兄弟か。何かか、おい。うわうわ鼻から血が、いや死ぬだろこれ。目から鼻から胸から血が。悪かったっす、もう勘弁してください。これクリーニング代です。1万円ありがとう。
サンキュー。また定期的に遊ぼうや。定期的にさ。ちょっと待って。こんなコンビニ M ストアやった？これ、有給館ない。なんだ？キャバ嬢スカウト。あの子どうだ？ちょっと声かけてみるか。この子どうですか、みんな。どうですか、この子。何してんのコンビニで。この人何怖いだろこれ。コンビニでなんかずっと突っ立ってるやついるけど。いらっしゃいませ。怖いだろ。どこ見てんの。何を見てるの。沖縄館のあるやつないな。ありがとうございました。おでんとかだし。ちょっと怖いな。モデルたちの練習かな。コンビニの中で。本見てるとかじゃなく。とりあえずいろいろ見てみたいよな。キャバ嬢一人だけらしいからね。行き止まりなのだ。まあでもストーリー進めるかちょっと。ストーリー進めつつでサブイベ後でやるみたいな流れで行こうかなと思っているので、いつもみたいな。琉球ナイトって何ですか。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。お客さん、今日はどういたしましょう。キャバクラフローレスについて。キャバクラフローレスについて教えてくれ。フローレスの何をお話しいたしましょうか。お店について聞く。フローレスの店について教えてくれ。キャバクラフローレスは沖縄で一番人気のお店です。お手頃な値段でお楽しみいただけます。今一番おすすめですよ。初町にあります。初町セット料金5000円、指名料1000円、サービス料が1000円となっております。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。お客さん、今日はどうしましょう。もう毎回いらっしゃいませ言うのか、俺。待って、これ、会話のリセットするために毎回いらっしゃいませ言うつもりじゃねえだろうな。土屋美香嬢の情報聞く。土屋美香嬢。美香ちゃんは面倒見がいいお姉さんキャラで、迷路を快活で人当たりのいい子ですよ。反面、本音をなかなか言わないので、本当に彼女をめったに見られないそうです。血液型大型で乙女座の29歳。ボディーガードにはまってるらしいですね。ボディーガード？ただ、苦売りなどが大嫌いみたいなので、アフターなどでお食事される場合は要注意。あー、ミカちゃんの大人の意見、一応だと癖になりますよ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。やだ、もう。いらっしゃいませ。もういらっしゃってんだよ、もうすでに。とりあえず、店の情報だけ聞こう。なんかあれだね。後でなんか攻略するときにまた聞こう。忘れるしどうせ。勝町南にあるバーです。かなり広い店で人気も高いです。ビリヤードやダーツ、おーマジで。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。ビリヤードやダーツできるって聞かないもん。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ぼや苦いんでしょう。食べたことないけど、俺も苦いの苦手。苦いの嫌だ。あんじゃねえよ。てめえ絡まれる。でも1万円もらえるんだったら絡まれてもいいから。あーん、やばい、絡まれる。よし、行こう。ゴルフ場前行かないとストーリーが進まん。体育会系だな。カントリーゴルフクラブ。いらっしゃいませ。帰るからでしょうか。いや、俺はビジターの方ですね。どなたかの紹介はございますか。いや、さようでございますか。申し訳ありませんが、当クラブは政財界の方々も利用する格式高いゴルフクラブです。完全会員制となっておりまして、会員の方のご紹介がなければビジターとしてもお断りさせていただいております。大変申し訳ございませんが。困ったな。赤塚を探すどころか、これじゃクラブの中にも入れない。もう適当な議員の名前言っとけばいいんじゃないの。ダメなの。なんか確認取られるんかな。こうや逃げ目取ればだいぶ食える。失礼だが、あなた。ん？会員じゃなくてゴルフができないっていらっしゃる？ああ、そんなに格式高いゴルフクラブとは知らなくてな。もしよろしければ私たちにもありませんか？この人じゃないのか？え、赤坂。いや、友人とゴルフの約束していたんですが、一向に会わなくてね。きっと急な仕事でも入ってしまったんだろう。一人でコースを回るのは味気ないのでね。どうだろう。私と一緒に。あんたは。いや、これは失礼。私は、市議会で仕事をしているもので赤坂と申します。ギター赤坂。あんたが議員の赤坂なの。私のことをご存知で、ね、ところであなたのお名前を伺ってもよろしいかな。ああ、桐生という。桐生さんですか。
いや、よろしく。では一緒に回りましょうか。ああ、偶然だが赤塚に会えた。ゴルフをしに来たわけじゃないが、赤塚と話すチャンスだ。一緒に回るか。でも格式高いゴルフクラブなんだったら、あれじゃないのか、高いんじゃないのか、これ1万円とか2万円とかするんじゃないの、1回ゴルフのね。ゴルフってさ、ゴルフっていくらかかるのね。なんだっけあれ、ゴルフってさ、なんかコース回ったりするじゃん。あれって有料ですよね。なんかすげえめっちゃコース回ったりするのって1回10万ぐらいしたりするんじゃないの。どうなん、ゴルフやったことある？打ちっぱなしじゃないゴルフ、あれっていくらかかるんだろうね。今ちょっとふと思ったけど、ショット距離を変更、会員証イルメージ、距離変更決定資格、ショットの方向、何、何かやること多すぎるんだけど、何これ。ミンゴル、ゴルフは最近安いとこあるけどやっぱり高い。ゴルフ高いのね。まずダメ。平日と土日で料金違いますよ。どんぐらいするの？安くていくらなんだ？コース回るのって。私から先に行かせてもらいますよ。ああ。俺4万しか持ってきてないんだけど。4万しか。俺4万しかないよ。キャディーさんつけるとさらに高い。マジで。R1、L1 で打つ方向を決めます。おぉ。上、下でクラブを変更します。前やったゴルフより難しそうだな。また三角を押すとクラブの飛距離を半分に変える、切り替えることができます。切り替え、上下左右で打点を変更できますが、打点によりボールにスピンがかかります。バツを押し続けるとパワーがたまります。バツを押すのを止めるとショットのパワーが決定します。トゥーン、パー決定後ポイントがボールの位置に来たときに罰を押すとベストインパクトとなります。早くね、早くねえか今の。え、行くのも戻るのも早くね。さすがにうまいな。いやいや、今日はなかなか調子がいいようです。ところで桐生さん、ゴルフはよく？いや、あまり。そうですか。ま、何事も練習です。さ、どうぞ。ああ、どこがゴール、そこ、視点が右スティックじゃないんだ。あ、待って、これ木は左右反転だよ。ちょっと左右反転だよ。ちょっとここ左右反転してんな。これでも左右反転か。もういい、とりあえずなんだ、いっぱい飛ばせるやついいんじゃないの。パター、3ウェイって何？ 3 ウェイ？よし、いくよ。待って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 、打ち直し、はい、打ち直します。いくよ、いくよ。え、どういうこと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 ？打ち直し、はい、打ち直します、打ち直します。待って待って待って。え、待って待って待って、待って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 。え、どう、え、罰じゃないの？罰じゃないの？決定って。え、罰じゃないの？え？え、え、え、え？あ！そういうこと？ナイスショットだな。え、違うの？離すんだ。罰押して、頂上で離して、で、もう一回、ここでやるんだ。離す。お、うますぎ。行きすぎ。ぽちゃ、OB。おい、行きすぎだろ、おい。ナイスショット。うますぎ。グリーン、いえ、勝った。これ混乱してる。一覧の料金大体目安として平日で5000円から
8000円、祝日で1万か1万5000円。でも5000円から8000円であれ回れるの？パター。よし、どんくらいの力がいるんだこれ。ふん、うちの支配。全然じゃん、おい。これ、斜め下？右下になんかなってる？ふん。違うじゃん。ん？こういうこと？ふん。むずいな。むずっ。むずいぞ。読めないよ、これ。ふん。いや、どんどん力弱くなってる。むずくない？ふん。惜しい。こんな実際やり直せないもんね。ふん。惜しい！惜しい。うまい！よっしゃー、しおれー、勝ったぞ。よし、プー。いやいや、キリュウさん、なかなかお上手ですな。いや、それほどでもないが、まだまだご謙遜、なかなか筋がいいですよ。さあ、次のホールへ向かいましょうか。まだあるの？ああ、よし。俺は何？マイナス 2? スコア、マイナスが多いといいんだっけ、これって。俺の勝ちだね、これ。次のホールへ。イーグル、イーグルなの今の。やった、2打で入ったってこと。2打で。ところでキリュウさん、お仕事何をなさってるんですか？朝顔という養護施設を経営してる。おお、それはご立派な。子供たちの面倒を見ていくのは大変でしょう。まあ楽じゃないか。それなりに毎日楽しくやってる。はは、そうですか。それは結構。仕事は楽しんでやれるのが一番ですな。さて、始めましょうか。ここもやり直し可能です。おれー、やり直し可能。おい、うますぎんだろ。おい、グリーン風向きがちょっとこうの方がいいってこと？距離がわかんねえぞ。違う、これでいいか。これでで、大丈夫だね。これ動かしてれば大丈夫だよね。よし、どうだ、うまくね。きゃ、よし、うますぎ、飛びすぎ飛びすぎ。なんで、ちょっと待って、あれを変えなきゃいけないか、うん、今ぴったりだったのに。ダメ、こんなの。やばい、あくぞ。完璧なのが出るまで俺はやり続ける。帰ってきた、早えよ。そんなもんなの？負けたくないな。まあでもこう、もうやるか。でも次で決めればいい。でも遠いな、遠いな。ふん、ふん力強すぎ。いや、これわかんねえぞこれ。ふんじゃない、ふんじゃ。ふん。ふんが。ふん。あっ、おし。加減むず。
これやり直しまくってるからさ、 楽だけどさ、普通のゴルフじゃやり直しまくれないでしょ、こんな。うますぎ。よし。バービ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 ルビルディビルディエ。おりえ。ビルディエだ。喜びすぎだろう。キリュウさんの養護施設には何人くらいの子供がいるんですか？小学生ばかり9人だ。9人も。キリュウさん一人でお世話してるんですか？誰か手伝ってくれる方でも？いや、ただ、一番上の子はもう11歳で、来月から6年生なんだ。その子はかなり手伝ってくれてる。はるかだよね、これ。それに家事は全員で分担してる。子供たちにもちゃんと家事を手伝わせているんだ。それはいいことですな。最近は家の手伝いすらしない子供が多いようですからな。さて、最後のホールへ行きますか。よし、最後のホールだ。よし、ミンゴの思いです。後ろからお客さんが来てなければやるお客さんもいます。そうなの？そうなんだ。後ろから客来てなければやっていいんだ、いくらでも。バーディーだね、あれは。バーディー。ヒルさん、たくさんのお子さんに預かる身として、最近の子供たちはどう思われますか？やはり俺がガキだった頃とは違ってるようだな。まあ、世の中そのものが変化してるから、当然といえば当然だが、世の中便利になりすぎて今の子供たちには想像力が欠けてるんじゃないかとさえ感じる。俺がガキだった頃は遊びすら自分たちで作り出したもんだ。自分たちが作り出す遊びには当然ルールが必要だ。年齢の違う者同士が集まり、それぞれの納得のいくルールを話し合って自分たちで決めて、年下の子や運動が苦手な子には自然とハンデを、そうしたことが協調性や他人に対する思いやりを養った。今の子供はゲームやインターネット、家の中にこもっちまって外で遊ばない子も多いみたいだしな。頭が痛いです、そんなこと言われたら。半年だけキャディした。キャディ。私たちの時代にはそんなものはなかったですからね。今の子供たちは恵まれている反面、かわいそうだと感じることもありますな。キャディってどんなしんどいですか、キャディさん。何するん、なんかゴルフクラブ渡す感じのやつだっけ、キャディさん。キャディさんの仕事って何するの？学校でもいじめの問題多いです。昔もいじめありましたが、今は随分と陰湿で過度なようですな。これもやはり他人に対する思いやりの欠如なんでしょうか。そうかもしれないな。早いよ、君打つの。君打つの早いよ。これで、力をセーブすると、うん、こんぐらいでどうや。めっちゃ飛ぶやん自分。びっくりする、はい、めっちゃ飛ぶやん自分。打ち直し、スピンをかけまくって、あ、うん、もう一回やらせてくれもう一回やらせてくれ。カートの運転とか、あ、運転もしなきゃいけないんだ、キャディさんって。運転込み込み、うん、やべ、ほら、おお、うまっ。これはうまみざわいいか。えい、2打でいきますよ、俺は。うい、なんだ打つの、ピン、なんだ打つの。でこんぐらい、うん、へちょっと、はい、打ち直し、結構曲がんな、これ。曲がってるかどうかなんて分かんないけど、これちょっと曲がりすぎじゃない？クソ、微調整が、チュンチュン。お客さんがコース外に打ったボールちゃうと大声出した後に探してきます。なるほどね。ファーって言って探しに行く。へー、うん、あ、うれーい、力が強すぎたのか。ふん、ちょ、おい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 おお客さんも簡単に操作できて、基本的にお客さんのゴルフクラブ持って歩くんだ、一緒に。そんな広くないとよ、歩きでいいのか、うん、あ、いや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 
あいやいやいや、むずい。おいやいやいや、え、これどっちだどっちだ、開きすぎてる。くそ、あ、力がわかんねえ、力加減、あと角度もわかんねえ、毎回。おい、今のいけてもいいだろう、おい、厳しいねこれ、今のいけてただろう。いや今の言ってもいいだろう、もうゲームだぞ、ゲームだぞ、いや言っていいだろう、気持ちよくさせてくれよ。気持ち、なんだこれ、ゲームだろう、リアルじゃないんだからさ、入れちゃっていいだろうそれ。ねえおいおい、全然気持ちよくなんねえよこのゲーム、おい、ちょっと、おいおい、ゲームだぞ、おい、ゲームだぞ、おい、いいだろう、気持ち優しめでいいだろう。なんで勝ちなん、ちょっとマジで勝ちじゃん、嘘、嘘だろ、ゲームでしょ、楽しいゲームだよね、ゲームって楽しむためのやつだろうが、おい、そんぐらい妥協で、絶対無理だろ、絶対妥協許さないじゃん、気持ち判定甘めでよくない、おい、あと30分ぐらいこれかな、うっしゃーイーグル、うふー、いや、マジで本格的なんすね。キルさん、子供たちの話ですが、朝顔の子供たちはいかがですか。朝顔にはテレビゲームもインターネットもないからな。みんな外で元気で遊んでるよ。それに毎日が合宿のような状態だ。7歳の子から11歳の子までちゃんと上の子が下の子の面倒を見てやってるよ。そうですか、それは結構ですな。一度朝顔に伺ってもよろしいですかな。ああ、もちろんだ。歓迎するよ。ほらマイナス5、見てほら、結果発表、結果発表、1あんだけやり直しといて頭抱えてるぞ、議員さんが、おい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 、ガチじゃん。いやいや、キルさん、本当に今日は本当にありがとう。楽しいゴルフができたし、何よりいいお話が聞けた。社交辞令ではなく、ぜひ朝号に伺わせていただいた、いただきたいと思ってますよ。あ、ぜひ来てくれ。市としても身寄りのない子供たちを助けるべく朝顔に協力したいと思います。施設の運営はなんとか、何かと大変でしょうけど、困ったことがあったら何でも相談してください。協力は惜しみませんよ。ありがとう、赤塚さん。どうも。では今日はこれで。あ、お、あ、そうそう私のビジターとしてこれからはいつでもこのゴルフクラブを使えるにしておきましたよ。もう二度と来ないよ、もう、だって楽しくないんだもん、だって楽しくないんだもん、だってまた今度一緒に回りましょう。ああ、二度とごめんなさい、楽しくないから二度とごめんなさい。なんでだよ、もう入ってもよかったよな、あれ絶対。赤塚さん、話すことができたし、彼は朝顔に協力的だ。シローに伝えてやれば、あいつの悩みも少しは軽くなるだろう。これでいいのか、朝顔。何もスッキリできないよ、本当。やめだやめだ、二度と来ねえぞ。あれ入れちゃってもいいよな、ゲームなのに、ゲームなのに全然ホールインワンとかさせてくれよ、現実じゃできないんだから。あ、赤塚さんじゃないですか。いやいやいや、桐生さん早速来ましたよ、早すぎるフットワーク軽すぎる、この議員さんやべえだろ、おい、フットワーク軽、まさかこんなに早く来るとは思い立ったら即実行のタイプでしたな。あ、あ、じゃあ一緒に来ればよかっただろう、じゃあ、おい。なんで一回帰ったんだ、おい。ただいまー。おじさん、ただいまー。お、おかえり。おい、お前たち、お客さんに挨拶を。あ、おじさん、ただいま。ただいまー。いいぞ。あ、おかえり。この人は、あ、お客さんだ。こんにちは。こんにちは。いいぞ。こんにちは。いいぞ。はい、こんにちは。泉ちゃん行こう。うん、うん、みんな元気そうですな。お、ムービー来た。ただいま。お、え、その様子じゃ負けたか。鼻血出てるよ。次は絶対勝つ。いいぞ、メガネ壊さないのにな。元気な子供ですな。お、しゃべ、あれ、お客さん。ああ、挨拶しろ、挨拶しろ。
はじめまして、シロです。ボコボコになってる顔が。ほう、メガネ壊れてない？ちゃんと挨拶もしっかりできて気持ちのいい子だ。おい、あんたがキリュウだな。あ、先生来た。この子供に あんたどういう教育してるんだ。見ろ、喧嘩であざだらけだ。どうしてくれるんだ。両成敗。ああ、橋本さん、お久しぶりですね。ん？ん？あ、あ、赤坂先生。なんだその音は。え？なんでいらっしゃるんですか。表敬訪問ってやつだよ。ここの施設は前から一度見てみたかったんだ。ちょうどこの桐生さんに頼まれてね、たまには子供たちの顔を見に来てほしいと言われたんだ。いやー、みんな実にいい子たちだよ。環境がいいのか教育がいいのか。桐生さん、何かコツでも。いやー、この子供たちはみんな自主的に自分たちのルールでやってるんだ。逆らうとボコボコにされるから。逆らうと俺の暴力が狂われるからな。なるほど、学校も参考にしたまえ、ぜひ。でも桐生一馬に逆らえないよな。絶対いい子でいるもんな。暴力は振るわないだろうけど、怖いよな。こんな顔でこんな硬いでいられたら、命令には従わないと。はあ、白のやつ何か言ってやってよ。こいつ親がいないくせに生意気なんだよ。ほらほら、君、そんなこと言っちゃダメだ。彼らは好きで好んで一人で頑張ってるんじゃないぞ。君も友達なら友達としてむしろ助けてほしいと思うな。ふん、クソジジイ。ああ、いやいや、全く親の顔が見てみたいもんだな。橋本先生も大変ですな。失礼します。親の顔見てるよ今。いや、それにしても朝顔の子供たちはみんな実にいい顔している。市としても応援しますよ。ありがたい。よし、桐生一馬には逆らえん。子供でもわかるだろ、本能で。おじさん、ただいま。あ、はるか、ね、お帰り。もうみんな帰ってきた？あ、帰ってきてるよ。シロの様子はどう？元気になったかな？でも、はるか沖縄、沖縄に染まったな、すごい。ね、都会っ子だったのにね、沖縄に来たら沖縄になるんだな。沖縄の子って感じだもん。わかんないけどね。シロの様子はどう？元気になったかな？健康的になったよね、なんかね。シロの子なら心配いらない。あいつはもう大丈夫だ。本当？よかった。学校で地味になってるって聞いて、一時はどうなるかと思ったけど、これで一安心だね。ああ。じゃあ、張り切って、晩ご飯の支度しなくちゃ。そうだな。すごい平和な回だったな、今回。だいぶ。子供ね、自然がいいってことか、やっぱり。お、おい、早く返せよ。ごめん、ちょっと待って。あれは大使最後の声だから、喧嘩か？ちょっと様子を見てみるか。また喧嘩か、おい。俺も忘れろ、おい。おい、この前貸した1000円返せよ。え、あ、でも今はないから次のお小遣いまで待ってもらえる？なんだよ。だって今日だって言ってたじゃん。ただに今日じゃないと今日発売の漫画買えなくなっちゃうだろう。暴れすぎだろお前。でも養護施設ってあれだよね。お父さんお母さんみんないないからずっとここでみんな暮らしてて、どこからお小遣いが、俺のポケットマネーからお小遣いが出るのこれ？ごめん。お小遣い月いくらもらえるのこれ。チェ、もういいよ。嘘つけ。絶対後で返せよ。嘘つきなのか、おい。養護施設でお小遣いもらえるのか。どうした？なぜ返さなかったんだ？落としたのか？それとも使っちまったのか？どうしたんだ？言えないのか？早く暮らしないぞ。借りたもんを返さないとダメ。違う。あのね、どうした？ちゃんと言ってみろ。私のお金ね、盗まれちゃって。何？朝顔でか。本当に取られたのか？どっかで落としたんじゃないのか？ちゃんとカバンの中のお財布に入れておいたから。朝顔で窃盗事件発生。やべえ。そうか、わかった。ちゃんと調べよう。やめて。やめて。いや、こういうことはきちんと解決しないとダメだ。いや、もう、みんなを集めてくる。早く、お前は先に仕事で待ってろ。推理ショーが始まるのか。身内に泥棒がいる。さあ、早く、食堂行こう。ほら、早く。
まだみんな集めてないけど大丈夫？一人一人殴っていこう。ねえ。今から名乗り出なければ一人ずつ殴っていく。お前が名乗り出ないと全然関係ない仲間が殴られていくぞ。一人一人。やり泉ちょっと食堂に集まってくれ。どうしたのおじさん。ちょっとみんなに聞きたいことがあるんだ。食堂行っててくれ。分かんな。何かあったの？ああちょっとな。訳は後で話す。さあ食堂に集まってくれ。うん。脅迫。名乗り出るまで殴るのをやめない。大地。しょんぼりしてる。大地。あ、おじさん、聞いてよ。早くのやつ借りて金返せないんだよ。あ、さっきお前と早く話してたのを聞いてたよ。じゃあ、早くなんか言ってやってよ。あ、大地。そのことでちょっと話があるんだ。食堂に集まってくれ。え、早くな。お前に借りた金、盗まれたらしいんだ。え、それって、まさかの誰かってこと？まだわからん。とにかくみんなを集めて話を聞く。お前も食堂に行ってくれ。うん、わかった。大地に言ったらもう全部話して。ばらまかれるだろうな、ね、横一列に並ばせて。ん？キリさんは米軍基地の拡大について賛成ですか、それとも反対ですか。基地の拡大か。拡大ね。今のままじゃダメなんですか。わからんが反対ですね。ああ、うん、そうでしょそうでしょ。沖縄の住民はもう戦争なんてコリコリなんですよ。米軍の基地なんてあったらいつまた戦争になるかわからん。我々は疎開することすらできんのですからな。リゾートを建設して地域に金が落ちるようになんて話もあるようですが、言語道断ですよ。戦後60年やっと築き上げてきた平和の暮らしをどうして金で売り渡すようなことができようか。これさっき賛成って言ったら敵対されてたのかも。もしかしてめっちゃ盛り上がってる。はい、みんな。何？おじさん、何？ちょっと食堂集まってくれないか？晩ご飯にはまだ早いよ。ああ、ちょっとみんなで話したいことがあったな。何かあったの？詳しいことは後で話す。とにかく食堂で集まってくれないか？はーい。おい、行こうぜ。レッツゴー、行って。ぶつかった。何これ？何これ、ヤシの実？ヤシの木ねえのにヤシの実が漂流したやつかあれ。漂着したやつ。これが全力疾走ですか。おじさんと全力疾走ですか。そっちはいけないのか。いけない、見えてるのに。そう、見えてるのにいけない。漂流物はね、さっき取った。ない。強化ガラスの破片があった。宝釣りリベンジしたいね。でもリベンジしたいけど、ストーリーも進めないと。まだ今日一章も進んでない、ストーリー。どうだ？次に集まったか？ 1,2,3,4,5,6,7。おじさん、どこ行ってたの？晩ご飯、支度しないと。はるか、朝顔会議だ。晩飯は後だ。え？え、どうしたの？彩子の金がなくなったらしい。ええー、誰かが取ったってこと？カバンの中の財布から金だけなくなったってことは、そういうことになるな。そうな。とにかくみんなを集める。食堂で待っててくれ。うん。うん。ドキドキ。これで全員か？ 1,2,4,6 や、あと1人。でも集まったら始まるよね。どこ行ってんだおい。お前たち自主的にお前呼びに行きなさいよ。で、裏とかあったんだ。でもこんなとこにいねえんだろうな。建物の中走れんからな。
ない。外か。いや、多分ここにいるはず。この部屋にはいないかと思う。早くいたもんな、ここには。さっきまで。おい、どこだ、おい。少し眠い。ちょっぴし。ちょっぴし眠いので、まだ元気なうちにちょっと、ストーリーを進めていこうと思いました。立ち退きの話、お宅どうします、うちの主人はどれだけお金を積まれても、自分が生まれ育った家を捨てていくつもりはないって、いつでも立ち退かないつもりよ。うちもそう。やっぱりこの年になるとね、慣れ親しんだ土地を離れて、お隣さんの顔も知らないようなマンションには住めないわよ。でも、聞きました？久米さんのご主人、立ち退きの話 OK したらしいわよ。この際だから、家を引き払って、内地に戸建てを持ってる息子さんご夫婦のところへ一緒に暮らすんですって。あら、そうなの？寂しくなるわね。どこ行った？街に出たぞ、おい。え、待って。あつ、子供たち全員食堂に集めて、俺何すんの？カラオケすんのか、一人で。ちょっと、おい。どこ行っとんねん、おい。ゴルフするか、ゴルフ。集めるだけ集めて。俺帰ってくるまでご飯食べずに待ってんのか。おい、放置プレイか。虐待だろ、それは。また別ベクトルの。あれ、でも誰だ？誰がいない？え、子供10人だよね。あれ？子供9人だっけ？待って。子供9人だよね。9人いたっけ？いたら始まりそうだよね、イベント。あれ、どこにいんだ？町にいんのか？え、町にいるとかないよね。いたか？ 9 人だよね。キリュウの部屋とか、俺の部屋にいんの？家の裏いなかったもんね。こっちか。プリティープリティーモード。こんなとこ、こんなとこに。でもおじさん、なんか用？ちょっとみんなに聞きたいことがあるんだ。食堂行ってくれ。はーい。もう。よし、これで全員だな。食堂、あそこ書いた。ここ行ってなかった。失敗だ。あれだね。この部屋の奥だ。さっきこの部屋行って満足しちゃったんだ。こっちにもあったんだ。風呂場が。もう、自分家の間取りを全く繰り返してなかった。おら、会議だ、おら。というわけだ。早くの財布から金がなくなった。早くも困ってる。こういう話をするのは俺も辛い。もしこの中に取ったものがいるなら正直に言ってくれ。誰だ、犯人は。早くお金がなくなったのに気づいたのはいつだ。一昨日だけど。どうだ、みんな、一昨日何か変わったことはなかったか？例えば知らない人を見かけたとか。あのさ、俺、一昨日リオナが綾子のカバンの近くにいるの見た。リオナはその時何してたんだ？もともと綾子ちゃんの部屋の絵の具を借りる約束したから、それを取りに行っただけだよ。おじさん疑ってるの？いや。そのこと言ったら、三尾が最近プラモデル買ったじゃない。あれってリオ結構高いはずなのに急に買うなんておかしいと思う。三尾の方がよっぽど怪しいよ。やべえ、仲間を売り出したぞこれ。三尾、あのプラモデルって高かったのか？買ったお金ってどうしたんだおい。盗んだのかおい。お小遣いを貯めて買っただけだ。まさかおじさん僕のこと。ひどいよ。ちゃんとおやつも我慢して食べたんだ。ひどいよ。大体こういうのって最初にチクったやつが怪しいんだ。なに？なに？なんだよ。なんだよ。やんのか。ちょっとやめなさい。どうしよう、おじさん。わかった。みんな聞いてくれ。犯人探しは一体やめる。俺が悪かった。でもこの中に泥棒がいるのに。そうだそうだ。だが犯人は分からない。分からない以上は誰も責められない。俺もはっきりさせたかったが無理だ。だがもう一度だけ、もしこの中に取ったものがいるならいつでもいい。正直に言ってほしい。どうする？朝顔の中は険悪な雰囲気になってしまった。外から泥棒が入ったのなら彩子の財布だけでは済まない。考えたくないことだが子供の始末だ。こんなことをやりたくはないが、みんなの持ち物を調べるしかないか。なんだこれ。結構あれだね。やってることがだいぶワンツーに比べたらスケールが小さくなったね。
なんだ今。おい、何をしていた。何してたんだエリー。おい、何でもないよ。あれは綾子のカバンだろ。勝手に開けちゃダメだ。違うか。正直に言え。いや、言ってくれ。何をしたんだ。言えないことなのか。違うったら。だだだだ。あ、どうしたんだ。歩き方。おじさんエリーどうしたの。エリーがお前のカバンを探っていたな。え、ええ、だだだだだだ。お金戻ってる、もしかして。あ、あ、どうした。お財布にお金が戻ってる。え、おい、エリー、どこだエリー。出てこい、出てこい、エリー、どこだエリー。エリー、うぃー、おい、見つけたぞエリー。おい、機敏すぎ。今さあ、ちゃんと話してくれ。ごめんなさい、ごめんなさい、本当にごめんなさい。理由をしろ、理由を。友達と映画に行く約束しちゃったの、お金ないのに。どうすんの約束を。だってだって私孤児だし、お小遣いも親がちゃんといる子より少ないし、贅沢言えないし、学校の友達もそれ分かってるから、お金のかかることにあまりさせてもらえない。でもさせてもらえてすごく嬉しかったの。どうしても行きたくて、だからつい。でも次のお小遣いもらったらすぐ返せばいいやって思って、ごめんなさい。確かに借りたものは返せばいいかもしれない。だが、エリがやったことはすごく良くないことだ。わかるな。うん。うん。でもちゃんと返してくれたな。それによく話してくれた。勇気があるな。でも本当に勇気があるなら、早子にだけはちゃんと直接謝れ。できるか。でもみんなに迷惑かけて、許してもらえない、絶対。あ、来た。ねえ、おじさんに相談しろ。エリちゃん。さあ、勇気を出せ。さあ、どうなる。あ、彩子ちゃん、あ、私、ありがとう。あ、そして、ごめん。ありがとう。なんで、なんで彩子ちゃんが謝るの。本当はね、私、エリちゃんがお金持ってくところ見ちゃってたんだ。ハーマイオニーの子か、この子って声優さん。でもね、私、ハーマイオニーの声しないな。私、その場でエリちゃんのこと止めてあげられなかった。エリちゃんのことを本当に思ったら、私あの場で言うべきだった。知ってたんかい。後悔してるんだ。おお。私の方がお姉ちゃんなのに勇気がなかった。ウィンガーディアムレディーウォーサーって言ってほしい。私にもっと勇気があれば、突如こんな大きなことにならなかったのに。だからごめん、私も許して。ごめんね、ごめんね。見てる。いい笑顔で見てる。優しいね。さあ、朝顔に戻ろうか。戻りづれ。どうした、二人とも。はあ、だってどうしよう、みんなに嫌な思いさせちゃったし、エリちゃんが犯人だって分かったらみんなどう思うだろう。そうじゃ、リオナは喧嘩しちゃってるし。それもそうだな。私きっとみんなに嫌われちゃう。よし、じゃあこうしよう。みんなには俺からこう言うから、彩子は。ふんふん、分かったか。うん、うん、ごめんなさい。おじさん本当にごめんなさい。よし、じゃあみんなまた食堂に集めてくれ。なんて言うんだろう、俺が盗んだことにするか。すまん、実は俺が盗んだって。すまんな、お前たちに罪をなすりつけようとしたが無理だったから白状するわ。俺が盗んだ、分かった。みんな集めておくね。それしかなくないか。ちょっと、
それが一番いいな。最低すぎる。カラオケ代が欲しかったんだ。延長して1000円になってしまったな。愛の手愛の手無償に愛の手がしたくなってな。愛の手代1000円もらったんだ。最近愛の手するだけでも1000円取られるんだな、この町では。みんな聞いてくれ、彩子の金が見つかった。え、マジかよ、犯人分かったの？まあ待て、実はな、みんなに謝らなきゃいけないことがある。やっぱ盗んだのは俺なんだ。え、なんでおじさんが謝るのさ。うん、実は昨日な、エリからお金を拾ったと預けられていたんだ。マジかよエリ、どこで拾ったんだよ。うん、フライニアで。エリ拾ったのはいくらだった？1000円。やっぱほら、俺の愛の手代と同じだこれ。すまんな。でもカラオケで愛の手するんだったらねえ、もうちょっとみんなに小遣いをあげた方がよかったんじゃない。愛の手だったら外でもできるしな、浜辺でもできるしな。愛の手だったら。あやこ、お前の財布からなくなった金はいくらだ？1000円だよ。ということはだ、エリが昨日拾って俺に預けたこの1000円が、あやこのなくなった1000円の可能性が非常に高い。いや、そうとしか考えられないな。そう思うだろ、みんな。うーん、まあ、なんで裏庭に1000円落とすんだ。まあそんな、なんだよなんだよ、それじゃ誰も取ってないじゃんか。俺なんか犯人扱いされたんだよ。うん、そのことをすっかり忘れていた。俺がもっと早く思い出していれば、みんな嫌な思いをしなくて済んだ。だからみんなに謝る。すまん。すまんじゃすまん。もう、そうよ、私だって犯人扱いされたいのよ。そうだそうだ。ちょっとみんな待って、みんなごめんね、お父ちゃんたちが悪いの、おじさんを責めないで。私も早く言えばよかったのにごめんね。ね、でもほら、誰かが取ったんじゃなくてよかったじゃない。何、おじさんのおちょこちょいだから。うん、確かにそうだよな。リョーナ疑ってごめん。もういいわよ。みそ、私も疑ってごめんね。うん、いいって。俺も、ソウジに悪いこと言っちゃったし、ソウジごめんな。あ、しょうがない。おじさんも許してやるか。でもよかった。これで俺のお金も返ってくる。あ、なんか安心したらお腹空いちゃった。おじさん、晩ご飯まだ？私もお腹空いた。僕も。そうね、もう晩ご飯の時間だもんね。さあ、おじさん、支度するよ。俺もお腹空いたよ。丸く収まったか、これ。ああ、そうだな。おじさん、早くね。わかってるよ。よし。じゃあ、お前たちは晩飯ができるまで、表で遊んでろ。はーい。解散じゃ。よし、じゃあ、夕飯の支度をするか。うん。うん、そうだね。今日の夕飯はなんだ？豚キムチか？ふぅ、危ない危ない。丸く収まったぜ。あれだね。お、おじさん、大変、大変だよ。なんだ？なんだ、どうした？悪者が来たんだ。この間までちょくちょく朝顔を覗きに来てたパンチパンマの悪者だよ。なに？本当か？うん。軽トラで前を通り過ぎて行ったけど、間違いなくあいつだった。また朝顔を偵察に来たんだ。絶対に。わかった。様子を見てくる。大地、お前みんなは朝顔の中に入れろ。うん。外にいんのか？はるか、俺は外の様子を見てくる。夕飯の支度は任せていいか？うん、大丈夫。おじさん、気をつけてね。俺は大丈夫だ。もし遅くなるようなら先に食べててくれ。うん、わかった。大丈夫だな。刃物で刺され、銃で撃たれてもピンピンしてるからな。俺は死なん。死ぬのは敵だ。俺にあだなすものだ。チャンバラチャンバラチャンバラしてる。チャンバラチャンバラしてる。どうだって？あれか？こっちにはいない。今、琉球街に向かってる場合じゃない。浜辺とかにいんのか？どこにもいない。太一のやつ、見間違えたんじゃないのか。間違えたんじゃねえのか、おい、太一。どうでもいい。どうでもいいですね。うん、それはいかん。あなたは内地から来た人だからあまり関心がないのかもしれないが、あすかの子供たちのことを考えてもみなさい。彼らの将来にかかることなのですぞ。責任ある大人たち、子供たちの手本にやらればいかん。ちゃんと自分で考えなければいけませんよ。怒られた。大人なのに、大人なのに、大人なのに怒られた。ちょっと待って。
違う？同じか。あなたたち朝から夕方まで同じ話を繰り返している。子供たちいなくな、子供たちいなくなったぞ。おい、あ、来た、リキア。ハブ。またお前か。ハブとマングースの。俺の答えは変わってねえぞ。いや、今日はそういうんじゃねえんです。ん？また暴力。じゃあ何の用だ。振るわれる。今日は兄貴にどうしても頼みたいことがあって。兄貴、へりくだりやがって。そう、中に入れていったからか。頼みたいことと何なんだ。実はお嬢のことなんです。お嬢？あの絵を描いてたこのことか。ええ、はい。お恥ずかしい話なんですけど、おとついの夜からお嬢がいなくなっちまって。ええ、家で何か。それがわかんないんです。組の連中総動員して街中探してたんですけど、どこにも姿が見当たらなくて。警察には行ったのか。 いえ。どうした？捜索届を出すのが先だろ。いや、それがそうもいかないんです。どういうことだ？実はお嬢、うちの親父が昔勝ち込みをかけたやつの娘でして、分け合ってうちで引き取ってはいるんですけど、素性がバレたら元の親のところに戻らねえとならなくなるんで。何か問題でもあるのか？ええ、サキさんの実の親ってのが両親揃ってひでえやつでして、親父はギャンブルで借金ばかりしてる典型的なダメ親父で、おまけに家に帰っては酒に酔って暴れるします。母親は母親でサキさんを放っておいて外の男の家を転々とするような浮気女で。じゃあ泣き原でいいんだっけ。さっきを両親から引き離すために自分で引き取ったと。ええ、3年前うちの組やさきさんの親父の借金回収を受けたんです。さきさんの父親を追い回してうちの親父が家に踏み込んだ時には。何があったんだ。部屋の中にはまだ幼いさきさん一人、父親はさきさんの目の前で首を吊って死んでいました。ええ、中原組か。なんて言ってた俺。泣き腹。母はどうした。さあ、とっくに別の男のどっかに消えちまってまして、さきさんのことなんかどうでもいいって感じでしたね。それで泣き腹はさきよ。中原。ええ、うちの親父は見てくれは怖いですが、義理人情に熱い昔気質の人間です。だからさきさんのことが放っておけなかったみたいで、最初のうちはガキなんかめんどくさいなんて言ってましたが、今じゃ度がつくほどの親バカです。親父にとってサキさんは本当の娘のような存在です。そんなことがあったのか。でも最近になって失踪してたはずのサキさんの母親がお嬢を連れ返そうと探し回ってるらしく、今になってなぜ理由わかりません。はあ、大方家事をお嬢にやらせて自分は外で遊ぼうってところじゃないですか。とにかく親父はお嬢が元の母親に見つからねえように事務所から出ないようにしていたんですが。なるほどな。それであの日も事務所にいたのか。そのわけで親父もお嬢の行方を探し心配しまして。だがあの先って子もいい年だ。何かあれば自分で連絡くらいできるんじゃないのか。無理っすよ、絶対無理っす。なんでだ。お嬢は昔から口が利けないんすよ。ええー、多分父親が首吊ってんのを見ちまったショックでそうなったんじゃないですかねって町の社が言ってたんですか。とにかくお嬢は一人で電話もできないんです。そうか、だからあのスケッチブックを。とにかく今一刻も早くお嬢の行方を探したいんですが、兄貴以外頼れる人間がいないんです。もう。で、俺に何をしろと。ムービーで作る。今親父は荒れちまって手がつけられねえ状態です。だから兄貴に出張ってもらって、とりあえず親父を落ち着かせてほしいんです。なんで俺なんだ。先日の一件から親父は兄貴に一目置いてるみてえです。先日だからここは兄貴しか収められねえと。ちょっと待て。おう。はい、はい。さっきから聞いていると俺のことを兄貴兄貴って何言ってるんだ。だってん、兄貴は兄貴じゃないですか。なんだこいつ。お前は流動一家の若頭だろ。俺はお前の兄貴分でも何でもない。何でもない。まあその話はいいとして。よくない。いいとして。お前みたいなやつに兄貴と呼ばれたら、よくない。うちの子供たちに悪影響だろうが。別にいいじゃないですか。俺は兄貴の強さと男気に惚れたんです。
俺にとって兄貴は兄貴なんです。兄貴は兄貴。じゃあシモン、車回してきますんでお願いします。兄貴兄貴。譲らん。はあ、この章長いね。まあ俺途中サブイブやってたけどさ、1時間40分やっても終わらないっしょ。まあそんなもんか、普通は。他の章が早かっただけか。兄貴、ここからは歩きでお願いします。強引に押し切られてしまったな。まあ乗りかかった船だ。とりあえず流動一回行ってみるか。兄貴、早く行きましょう。やれやれ。どこだ、どこだっけ。だいぶ遠いじゃないか、おい。近いままで俺を送ってけよ、お前。送って駐車場まで行くんだよ、自分一人で。兄貴だぞ、俺は。兄貴を歩かせるんじゃない、兄貴を。こちらにも見に来たけどな。今行ったらちょっと寝ちゃいそうなんで。奪いつかね。ダメだ。ストーリー進めよう。とりあえずこの章クリアしたら終わろうか。ちょ、ダメだ。寝ちゃう。このままだと。中原。どうした、チュー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 。あ、頭、桐生の、あ、兄貴。殴られた？親父は。親父は？奥です。さっきまで青森なんで暴れていたとこです。暴れてた。殴られてんじゃん、部下。眠たせ。寝た？へっ、ちくしょう、なんであったかよ。へへへ。ああ、お、おお、これはこれは桐生さんじゃないっすか。じゃないっすか。どうも荒れてるみたいだな。探しに行け、酒飲んでないで。くそ、節約だよねこれね。全部ボイスで読んでくれたらいいのに。俺の吹き替えでやる必要なくないかこれ。ムービーでいいのに。あれだよね、極みとかだったらもうここムービーだよね、全部ね。お気はまた何のようだ。土地の話だったらまた今度にしてくれ。悪いが今はそれどころじゃねえんだ。ムービーとムービーの間にこれを挟んでちょっとね、ボイス代を節約しようとしてる。リキアってやつから話は聞いた。あの先って子がいなくなったそうだな。け、リキアの野郎、役なことペラペラと。お前さんには関係ねえ。あんたどうして自分で探しに行かないんだ。それができたら苦労しねえよ。どういうことだ。さっきは俺と一緒にいるのが嫌で出てったんだ。俺が家に行ってもさっきを怖がらせてもだけだよな。まだそうと決まったわけじゃないだろ。あの子がどうしていなくなったのか確かめてからでも遅くはないはずだ。リキアから母親があの子を探してるとも聞いた。ひょっとしたらさっきは自分の母親を一目見たかっただけかもしれないぜ。同じことだ。俺といる実の母親といる方がいいってことだろうが。くそ、俺があんな女よりもダメな男だってのか。そりゃそうだよな。何のかの言ったって俺は所詮極道だ。極道がガキの面倒見るなんてのが間違いだったんだ。そんなことはない。あんたの覚悟が何であれ大切に思う気持ちは子供にも伝わってる。お前さんに先の何が分かるってんだ。養護施設の経営者だなんだか知らねえか。偉そうなこと言うんじゃねえ。分かるさ、俺もコーチだったからな。なに。そして俺を育ててくれた人も極道だった。ほらすげえだろ。おい、実の親の顔を知らない俺にとってはその人が親だった。極道だろうと何だろうと感謝の気持ちを忘れたことは一度もない。きっとさっきもあんたに感謝してる。ただあの子はまだ子供だ。実の親のことが恋しくなることもあるだろう。そういうもんか。あ、だからあんた安心してさっきを迎えに行けばいい。酒飲んで歩けねえだろう。でもダメだ、やっぱり俺にはできねえ。どうして。たとえさっきが母親のことを一目見たいだけだったとしても、いざ母親に再会したらまた前みたいに一緒に暮らしたいと思うかもしれねえ。俺みたいな極道と実の母親比べてみればすぐにわかることだ。きっとさっきは母親の方を選ぶ。もうここには戻っちゃ来ないよ。本当にそう思ってんのか。ああそうだ、そうに決まってる。おいおい、決めつけてんじゃねえぞ。おい、そうに決まってる、そうに決まってるって。バカ野郎てめえ、この野郎殴れ。
わかった。俺が先から話を聞いてやる。なんでお前さんが。俺もな、あんたと一緒で目の前に困っているガキがいると放っておけないたちなんだ。ちょっとあんた、俺はあんたから土地を取り上げようと。安心しな。別に先を連れ戻したところで土地の話を持ち出す気はねえよ。それとこれとは話は別だ。今は先のことだけを考えようじゃねえか。いいね、男だね。お前あんたんとこの若いの借りるぜ。行くぞリギア。はい兄貴。完全に射程だろこれ。行くぞリギア。かっこいい。借りるぜ、先を探せ。レス、ありがとうございます兄貴。でもお嬢を探すってもどこをどうやって。しらみつぶしで探すしかねえだろ。まずは周囲の人たちに先を見なかったか聞いて回るしかないな。もう特に俺たちでこの辺探し回りましたよ。でもお嬢を見かけたいって人はいなくて。そうか、その先の母親がどこに住んでるかさえわかんない。ええ、残念ながらお前たちがまだ探せない場所はないか。いや、お嬢が立ち寄るそうなところは全部あと探せない場所って言ったら初町だけですね。初町、なんでそこは探されるんだ。あそこはとてもお嬢が立ち寄るな場所じゃねえっす。なんつキャバクラや風俗店がほとんどなんで。それに初町は玉城組って組織の島なんですよ。俺たちが踏み込むといろいろややこしいんです。玉城組、初町行くぞリキア。いやアリゲだから初町は玉城組の玉木組か。白って切って思うっけ。だからしもねえ、その初町だけなんだろ。よその組の島だろうが関係ねえ。どうした、玉城組ってのが今夜なら留守番してていいんだぜ。何言ってんすか、ありげえ。俺行きますよ。よし行くぞ。はい、よし、さきちゃん探す前に寝ますか。ちょっと読めるかこれ。ちょっと文章読めなくなってきたぞ。おい、文章読めなくなってきたぞ。おい、初町ってどこだ。そしてわかんねえよそれ。初町ってどこ、モノレールで行くの。わかんない、ろれつ回んなくなっちゃった。ちょっとうるさい。初のタクシー350円になります。こちらも行きます。初町ねえじゃない。初町どこだよ。おい、ちょっとダメだ、初町の場所がわからん。もうダメだこれ、溶けてる俺。ちょっとごめん、セーブさせてくれ。うるせえ、うるせえ、俺に指図したのか今。おい、ちょっとごめん、ちょっとここが引き時かもしれん。ちょっとこれ以上グダグダになるだけかもしれん。グダ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 展開が容易に想像がつく。もう限界の3歩ぐらい手前でやろうか。一生進めたかったけどね。ごめん、ちょっとダメだった。これ以上ちょっとダメだわ。これ以上やると絶対に誰も幸せにならない。兄貴、とっとと、オッケー、よし。今日ノルマもやってたからね。ちょっとそれに時間割かれてしまったかもしれん。まあ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 、そういう時もありますよ。よし、まあ、とりあえずお疲れかな。ツーショットで写真撮れないのかな。写真俺行きますよ。つぶらな瞳をしてる。これモーションキャプチャーも藤原竜也さんやったんですけどね。これ髪の毛を藤原竜也さんにしたら藤原竜也さんになるかな。これまたイラストを切っておきます。 Thank you、 ありがとう。イラストありがとうございます。ポージングしないね。子犬のような目をしてるね。まあまあセーブしたんで、おお、モノクロになった。終わりますか。ごめんなさい。また今日の夜やりますんで続き。
見に来てください。ホラーゲームからの龍が如く2時間ずつぐらいやってこう。でも2時間ずつだったらあれだよな、絶対に間に合わないよな、龍が如く維新には。まあいいか、できるところまでやりますかね。龍が如く、まあ、じっくりやりたいもんな、せっかくのあれだし、じっくりやっていきましょう。ストックがなくなるんでストックが。お疲れ様です、楽しかったです、ありがとうございます。また元気な時にガシガシ進めますんでよろしくお願いします。おやすみなさい。